雪館は、新末の官僚。字は、勤労。四川省教分出身。同校十四年に巨人となり、同校十九年に、チャンス賞金山県の知県に選ばれた後、商東会と戦って、昇進を重ねた。皆、豊か1年に、太平天国軍が、第二次江南大英攻略を成功させると、両校総督の何桂清は、上海に逃亡し、 チャンス準部の女優水野絵は、蘇州で戦死した。この緊急時に、チャンス不正史の摂関は、チャンス準部の職を引き継ぎ、両好総督代理となった。摂関は朝廷に家宝と官邸の購入を上奏して、上海の防衛を固めるのに尽力した。翌、皆、豊か11年4月に、祖国藩が、両好総督に就任し、翌同地元年に、李工省が、 チャンス準備の職を引き継ぐと、節官は、金差大臣となり、依然として、上海で、業務運動の監督に当たった。同年に、北京に戻り、礼部左次郎、総理各国事務諸問大臣となり、さらに後部幹次郎に異動となった。同地3年に、都殺員佐福と御師、通政士、通政士となった。同地5年に引退して故郷に戻ったが、高所元年には、 雲南省に赴いて、マーガリー事件の処理にあたった。ありがとうございます。